お花見って何するの？桜を見るっていうのはわかるんだけど。あ、大丈夫、答えなくてもわかるから。お団子を食べるんだよね。花より団子ってことわざ聞いたことある。え、ことわざじゃない？そうなんだ。でもお団子を食べるのは合ってるんだね。よかった。おっと、あそこにお団子屋さん発見。ナイスタイミング。私買ってくるね。お兄さんも食べるよね。サラちゃんたちの分も買ってこようっと。すみません。お団子ください。お待たせ、お兄さん。いやー、いろんな味のお団子があって買いすぎちゃった。たくさん買ってくれたからって屋台のおじさんがおまけまでくれちゃうし。こんなにもらったら両手が塞がってお団子食べられないよ。え、持っててくれるの？ありがとうお兄さん。でもそしたらお兄さんがお団子食べられないね。あ、そうだ、ノエルちゃんが食べさせてあげる。はい、あんして。どうして口開けてくれないの？わかった、照れてるんだよね。ふふん、お兄さんってば恥ずかしがり屋さん。はあ、お団子おいしかった。サラちゃんたちも喜んでくれてよかった。お団子でお腹いっぱいになった後は桜を見ながらお散歩だね。散歩部の本領発揮って感じ。散歩部の活動はね、散歩だよ。いろんなところを散歩して新しい道を発見して地図を作るの。すっごく楽しいよ。お兄さんも入ろうよ。掛け持ちでいいから。ほら、今だって散歩楽しいでしょ。ね、ね、だから入ろう。ダメか。お兄さんと部活できると思ったのにな。残念。お姉ちゃんだ。おまけにもらったお団子まだ残ってる。お姉ちゃんに渡そうかな。タイミングさえ良ければ自然に渡せるよね。お姉ちゃんが目の前を通った時お団子を渡す。あ、来た。お姉ちゃん、いきなり曲がり角曲がっちゃった。私の気配に気づいたのかな。やっぱり気合い入れすぎだよね。しょうがない、お団子は二人で食べよっか。おお、大丈夫、私はめげてないよ。今日はたまたまタイミングが悪かっただけだもん。それに私の気配を感じて道を変えたのって逆に希望が持てるかなって。だってそれって私が何を考えてるか分かってたからだと思うから。私はお姉ちゃんが考えてることを全然分からなくなっちゃったけど、お姉ちゃんには私が考えてることが分かるんだなって思って、まだ私たちの絆はつながってる気がしたの。だから全然大丈夫。いつか私たちが仲直りしたら